おかしいタイオロですグルメイトですお願いしますプテハシマオ一旦これやるかここだよしプテハシマオプテがぐるぐる回ってるプテハシマオプテどこ行った上いるわ

マオプテじゃないのかマプっマジで早い誰にも見られてないやんずるくないすか言うてマジでイモニキだけマジで早いんだよな逆にフリーフリーなのかな死んでないか死もらえないときゃ一応言ったんだなはいキッチンマイミキッチンミーのみダウンロードアップロードを希望します ダウンロードアップロードが済んでるときのタスクの優雅さ。異常だからな。頼む、お願い。ここ、弱、弱、強、強、強、ここお願いサボ入れろよし、よやった。富士宮、ちら。富士宮、トータス。 しました <laughs> えっと僕シェルフ仕様で<ー>アルマ君ね4秒前ぐらいにメインのアイステーションになったからまあメインホールです <laughs> 貨物は聞いたよな多分アルマえー、っと藤宮トータスにしろああそれからもその一番今回出はったじゃないですか、うん、ああじゃアーカイブかなんか右側から出るはずだうん<え>高あるシーンでアーカイブわけだから確かああ高あるシーンかああそうだ アルマがメインクというのシャワーシャワーからメインでメインで死んでそうってことだよね,だね ?4 秒前にメインアイスだから、そのあたり。足湯、ね、がエンジンルームで到達と湧いてコックピット行って最終が金庫室で宿舎の扉はべて開いてました。<laughs> 僕、一生アーカイブにいるんで、一生容疑者だと思う。いや、個定の方はまずいんじゃない僕,<は>僕シャワーカンカン。あ、ほんと アシュはあれダウンロードしに行ったよな多分コックピットダウンロードしてそう、うん、であの到ーのやつとないときあの飛行船のやつやって<ー>でそっから金庫室、うん、<laughs> 金庫なんやうん、はあ、プテはど,ど,うどういう動きしなの僕はシャワーでえー、っとシャワー配線やったときにアルマがそう、タオルタスクやっててで僕はシャワー奥で終わり <laughs> 貨物金庫で終わりうん <laughs> さこしてんで俺にメーヤさんと高田さんにも白いってる、まあ高田さんの場合はまあ弁当のみだけどでもその場合プテが見るにはああそうだねメ屋ヤさん無理だねメータカにしろですかね、うん、僕して慎太郎は暗室の後どっち行ってんの暗室のあそにメインのゴミ捨てタスクやって今、えっと、メインホールの運の下ぐらいで終わってる感じかなあしずさんも厳しそうだからプテ貼ったとかで基本は落ちんじゃない むンタローは何で無理なのシリフシオはシリフシオ。シンタローはシリフシオね。マモさんとか出てましたけま、お子さん、あの、展望からキッチン出てくるところを俺、スレ違っが出てくる。ああ、はい、OK です。お互いじゃ無理そうとですか無理やと思う。そこの位置で。絶対無理。何プテハスさん釣れますか今日は。あ、文字キきぶしちゃったのうん。で、ボタンでもう一つで釣るか考えよう。 部所定ボタンを押してるから、ーうわ、ん、<の>どうしようかはまあまあまあ。押してください。ど、まあ、も、畑さんちょっとむずそうなんだよな。タンズリの方がいいかもね、一旦。<ん>マジ,マジちょっと僕ボタンにすそ,そうなんだよね。うん、一旦考えてほしい。まあ、容疑値ではある。手、ね、は、まあ、普通に。つられちゃうよね。慎太郎。 まだ検死。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。停電。あ、金庫キュキュキュがあるわ。ああ。おい、おい、ああ。おい一応右二つが最後に上がってます。はい、合ってます。え、一旦確率で無理なのが<あ>、まあ、まずアシューさんとトウダスさんがお互い無理で。お互い？ フジミヤ、うん、がテンボーでキッチンマキでテンアップロードだダウンロードアップロードして出ていったタイミングで、えっと、フジミヤが展望デッキ入ってきてそ,ういうことかその後キッチン武器庫上がったタイミングでトータスとすれ違ってるんで、うん、まあメインホール周辺には絶対に行けない。<laughs> うんうん、ベントでも無理なのベントでも。 いやでメインホールのうの下に置いてる。まあ、慎太郎がその位置いるんなら。いるんなら、まあまあ、トータスがキッチンベントからビュン飛びしてそっち行かんといけんけど、まあ、慎太郎が塞いでるから。武器庫を戻って武器庫から置くで武器庫に入れてたで、高田さんと俺がさことプテから無理そうってやってるわけね。で、ミーティングで僕ボタンを押せかぶり。あ、確かに。僕は一応あるかなと思ったけど、新太郎くんが防いでるからエンジンから。 入りあんのかなと思って聞いてたんやけど。ああうん。うん、一応ね、僕がメインのゴメ捨てタスクやった時に通過はあるね。うん、それでまあメインにンーああ。ああ、安心して置いていったのか。僕は安心して置いていってたない,いやまあ先に出てるみたいなもんですねああな。なるほどね。ああ、いや、アルマが先に出たのかと思った。たああ、それは逆ですね。僕が先に出てますね。ああで一応、プテさんクルーの場合は、まあ、アシュさんがギリー、もしくはラインか。まあ、プテが奥行ってる時にに畑作法が切るぐらいじゃね。 ままああ一応あるとは思いますけど、はい、う俺は足がアップロードいかんのがちょっと不思議やなと思ってるぐらい、うん、あのねそれ理由がトータスがなんかコミュニケ、えーションコックピット入った時になんかちょっと変な動きしたと思ったからあんまり一緒に動きたくないと思ったそうあのなんかハンドルタスクのところ一回過ぎて戻ったふうに見えたから,だからあんまり呼びたくなかったあ<ー>うんまあどうだろうなふてさんの意向を組んで単純にするけど全然8人場面でケアはするかも 8人番目になったら、はたさこ釣っちゃいそうかなって感じかな多分手がシャワーの奥にいるんだったら、普通にはたさこはそのシャワー抜けて、ンに行けると思うからね。僕目線は、足湯さん釣ってほしいけど、そうなった場合は。うんまあ旗はは、まあ旗君はた足湯はたそこくんしたるのはわかる。かるうんえ。でもこれ、足湯さんって、慎太郎目線で相当きつう、うん。 ちょっとなんか僕的にはよく分かってなくて。あ、イベントで飛んできて、慎太郎をスルーして、アルマを切るって形になるってことだよね。まあ、なっちます。昇降<も>機のやつ、ゴミ箱タ助けやってるから、防いでるんやんな、楽しいから、まあ。インポスター目線多分僕が見えるからっていう話かな。そうじゃないあなかな。うん、わかんないけど。うん、な気がするけど。まさ、あ、こか、藤宮。あでまだ1キルなので。 全然わからないよーという。富士宮見に行った。高田誰か。高田誰かだったな。誰かエレキに行く人かだから。藤宮見に行った高田誰か。高田誰か。片足トータス竹雄。片足トータス竹雄。すごい。慎太郎。 足すごい目や終わり終わりの人数いた停電,停電誰か直すだろう直さね足じゃないのかなと思ってますがどうでしょう 僕の方が配電盤に早くついててあじゃあ対抗でいいわ絶対俺の方が早いからえ俺がしかも手で直してるし僕も触ってたんですけどね僕自主点やと僕の方、えっと、貨物なんですけど発見した場所が貨物のあのしごのところ上の階段、はいまあ、階段のところで、えっと、配電盤でまあ宝さんと僕両方とも配電盤ついて戻ったら、えー、藤宮君の死体っていう感じでそのそ切りではないです あまあね、はいうん、俺あ、まあ足に関しては分かんないけど、俺はハイデバン自分の方が絶対先に到達した認識があって、<ー>直したら足を動いて、それね、まあ、見逃してた可能性もあって、その僕も触ってて、左から順々に動かして、一番左、右の方二つっていう感じで動かして、最後誰か動かしたのが分かったんで、高田さん、触ってたかなっていう、まあ。まあ、対抗とも言わないです、うん、じゃそう、僕も。<laughs> うん、<laughs> って感じです。えー、とハイデバン直したら、右側行ったら死体があったって感じ。<laughs> うん さんって最終位置どこ、えっと、エンジン宿舎の,あの縦通路。エレキでね、確か真央さんとすれ違ってメインから来る。真央さんとすれ違ってエレキに上がって、その時にエレキにいたのが竹雄さんと足湯さんかな確かいたはず。真、うん俺もいてた。あたエレキ無限に人いたんだよね。はい、<で>うん、めっちゃいてた。メインで暗室を、えっと、取り出すだけ取り出して、エンジン宿舎の縦通路。 ああ、むずまだ、あ、もだ足をさんずるになっちゃうか、安定は。まあ、一応全員の位置聞きたいかも。うん。これ最後、アーカイブ。<後>これは宿舎前からミーティングの端を登ってるとこですね。エレキからメイン上がったとこっす。エレキ。あ結構みんな上手いんかタタお。おにきには、は無理かなっていうあー。あー、そたぶ多分無理かな。うん、そう。<laughs> 僕エエリリってるんで組、うん、はそう,だけどそうだねアュウさんが蓋してる感じになるかじゃあうん、うん、まあハイデンマン行った時に去って抜けたっていう分からんあるかもしれへんけどなかなか厳しいと思うこれ今日アュウさん釣るんですけどアュウさん目線宝さんのセリフってありますまあ僕うん難しい分からんそこまでは言えや、うん、うん、真央さんもあるしって感じ まあ収束しちゃます。はたさこま前でったいいんいうん、うん、その方が、そうやねはたさこくんの方がありがたいから。うん、もう断ないから右行きます。もう<ボ>だいぶ釣り進行になっちゃった。はたさこはそうだね。高田、うおこれだけやろう。ルルル高田さんどっちだ？メインのタスクいっぱいやっていいと思う？いいよありがとう。 高田さんいる。名高めトータスが押すからいいや。トータスが押すからいいや。七九九九二ああ！おうわ死んでる。うん、え？まあ高田さんっぽいな。PP です。マットなんで PP です。 ピピロロほうほうほうです。スキップします。はい。じゃあ、高田さん、高田さんの髪切りだったんじやないかな。いマジカミキルだった。え、初れる高田さんなのそう。無理じゃん。ほう。ハイパー髪切りしちたと。いい髪切りです。さすがです。これは無理。殺さないでほしいです。よけい。 このうにおるんで。僕は最悪、願がいるんで。僕は。ひ、ひやだ <laughs> や。ひゃ、ひゃ、ひゃだ。ひゃ、ひゃだ。ひゃだ。ひゃ、だ。やだ <laughs> や。だ。 あんなにいろんな人を勝にしたらね。何一つせばまかったすぎ全部高田さんや。そううす。切れるとこいっぱいあったよね。最後、慎太郎くんね、メインで切ろうと思ったら、ボタン間に合わんかったよ。もう、初手からナイトしたのいや、全然ない。高田さん、どういう切ったんですかえっと。 メアとかとすれ違ったとガンダでエレキ行ったらちょうどアルマが降りてきてキルしてちょうどそのままボタンって感じ。もう高田さんとすれ違ったとき、<ー>そのキルがあったときにはもう分かってはいたんで僕は。え走ってきたの<ー>エレキ俺エレキ走っていた。もうアーカブからぐるーってまた走っていたちょうどアルマが降りてきてキルしてちょうどボタンって感じ。へ,<ー>へ<ー>確かに俺高田さん見てねえからわかんねえよな。 高田さんって何で白で言ってたんだっけ畑さ子が貨物にいたからって言って白を出しててあ、ね、まあ俺は見てないから見てないけどまあ、そこにいたんやろうなっていう感じで。ううよしじゃあいきますかね。はい、はい、お願いします。お